はい、皆さんお疲れ様でした。ということでね、早速ね、結果発表の方行きたいと思います。はい、ということで1周目でね、こんな感じでいきましょう。はい、表示モード手動ナレーションいきます。ゴー。膝枕欲望台ですね。いいじゃん、こういうの好きよ。膝枕知ってくれる心アイアメージスト。あ、私になった。あ、かわいい。アムスル用人の頭形マイクを膝枕するアメジストさん。なんであの ASMR 用のマイクをなん、え、うおーしてるー。耳かきエーズマーをしているアメジストさん、雑音が入らないように配慮してスカートは脱いでいる。ガチで過ぎない？ガチで過ぎない？マイクの前で槍を構える心愛さん。なんで？膝枕してただけなのに？膝枕してただけなのに？かわいい。いやー、まあ膝枕、あー、ダメだ、うまく膝枕とマイクの前で槍を構えることをつなげることができない。くっ、私の語彙力もまだまだだな。次。気球に乗ってるアメジスト。おお、乗ってるか？乗ってるか？落ちるぞ？落ちるぞ？乗ってるか？落ちるぞ？落ちるぞ？気球にしがみつくジスト。だよね、しがみつくだよね。これ絶対しがみつくだよね。そうだよね、しがみつくだよね、絶対。気球から落ちそうになっているアメジストさん。だよね、だよね、だよね、危な、うん。気球にしがみついて涙目の心あやめジスト。落ちる、落ちる。あ、そっち上に登れた？上に登れた？気球の中が満員なため丸い部分にしがみついた結果ビビって号泣するアメジスト。あ、すご。空うま。そして、これ伝言成功しちゃった？いや、もう危機に乗ってる。いや、もう伝言成功だな。いやさ、あゆえおさんのさ、この気球のこの重りとかさ、細かいところいいよね。空うまいね。特にこの涙目をこうやって表現するのいいよな。なんか、大きさが伝わるのいいよね。完璧じゃんね。これいいね。みんな気球の、よく見るとみんな結構気球のデザイン違う？面白いな。いいね、いいね。いいね、いいね。いいお題でしたね。次。鯉のぼりに乗って海を渡る心愛さん。ゴールデンウィークの名残が。おー、いいね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 。うまいぞ。鯉のぼりで海を渡る心愛さん。もう伝わってる、伝わってる。こいのぼりってこの目が結構記号力高いもんね。あと口。予想外だわ。こいのぼり3匹乗っていくとは予想外だわ。いや、これ絶対こいのぼりって伝わるじゃん。うまっ。てか、この水の表現うまいね、カイさん。こいのぼりに乗って波乗りするジスト。おー、波乗りだからこうなるのね。サーファーアメジスト。あ、しまった。普通のサーフィンになった。
おお、うまいうまいうまい。え、うまいうまい。構図うまい。え、すごいすごいすごい。サーフィンで波乗りアメジスト。おお、いいねいいね。うん、なんかすごくいいなと思ったけど、あの、上、上、上。はしばさん、上、上がない、上がない。やばいやばい。あの、すごいかっこいいなと思ったけど、あの、流されてる。流されてる、流されてる。上流されてる、上流されてる。いや、ね、波の速い、すごいね。波みんなうまいね。みんな波うまいね。いいね、いいね。表現すごいな。こうやるのか。いいね、いいね。これさ、気づいたけどさ、これここまで服着てるけど、ここで上下なくなって、最後上なくなってんだね。忘れてた、そっか。スカー、なるしゃあないね。あ、アルさん、ちょっと きつい?まあまあまあ、結果発表楽しんでって。次。だんだん薄着になってる。まあ、濡れちゃうとね、危ないからね。ココアを舐める天才子役アメジスト。どういうこと?うわー。かわいいけど、かわいいけど何?かわいいけど何?地面こぼした紅茶を舐めるアメジストさん。流行りなの?流行りなの?ああ、そうなんだ。推しの子、そうなんだ。見なきゃな、推しの子。床に垂らしたココアを舐めさせられるアメジストさん。すーごい状況になってる。コーヒーを飲んで倒れる心愛さんと、それを見て笑う黒ずくめの犯人。え、コナン始まったじゃん。毒入りココアを飲む倒れる2コマ。めちゃくちゃ可愛いけど。こんなシーンあるんだ、推しの子。推しの子すごいね。みんなうまいね。で、伝言、成功ではないな。よし、次。ゴールデンビキニアメジスト強風バージョン。どういうこと?おー、なるほどね。強風だから、生足見役のマーメイドね。TRPG 毒入りココア。毒入りスープちゃん。人手マンに乗ってサーフィンするアメジストさん。あー、そういうことか。人手マンってそっから来たんだ。人手マン、ポケモンをサーフボードにして、波乗りをする、スクミズ新アヤメジスト。波のクオリティ高いね。人手マン、ポケモンに乗って、波に乗るアメジスト。ポケモンの波乗りってこうやってたんだね。ああ、なるほどね。確かに人手マンに乗るって言ったらそうだもんな。しがみついてるもんな。スターミーに乗って海を渡る新アヤメジスト。進化したー進化したー。確かに紫色で宝石ついてるから親和性あるけど、親和性あるけど。そうはならんやろ。なっとるやろがい。え、びっくりしたー。波乗りして進化したが、経験値増えちゃったね。進化して大きくなった方が安定感はありそう。確かに。そうだよ。スターミーじゃなくてね、人手マンです。まあ、間違えちゃうよね。私も昔ね、勘違いしかけたことある。次。教室で寝ている教師。はい、アルトさん、承知です。ハラミちゃんだったんだ。
授業中寝ている教授。あ、教授になった。まあまあまあ、ごさごさ寝るのガチじゃん、寝るのガチじゃん。教室で布団敷いて寝てる人。マジで？あ、でも、あ、こういうタイプのちっちゃな座布団、寝る用の座布団持ってる人いた。あ、デフォルトお題こうなんだ。学校の机の上でガチ寝するアメジスト幼女。ん？授業ちゃんと受けろ、授業ちゃんと受けろ、ドヤーじゃないよドヤーって感じじゃないよ。授業中に机に乗り横になり眠り出したジスト。度胸あるだね。隣の席の人の机も使わないで。みんな寝てるじゃん。教授も寝てるし、私も寝てる。まあ私も授業中寝てましたけどね。いいですね。次。光る竹を刈ると中から親愛アメジストが出てくる。竹取物語じゃん。うん、いいじゃんいいじゃん。竹の中光りたる一寸ばかりなる、ここは目糸美しいていたり。急に古文になるじゃん急に古文になるじゃん。わあ、うまっ。え、うまっ。光る表現うまっ。竹の中からかぐや姫ココアさんが現れた。あ、いいねいいねいいね、うまいうまい。今は昔竹取りの翁というものありけり、光だけを切ってみるとそこには輝かしいココアメジストが。なんでみんな絶妙に古文っぽく書けるの。おお。なんか思ったより詰まってる。思ったより竹の中に詰まってる。思ったより竹の中に詰まってる。な、結構思ったより牛耳に詰まってる。竹から生まれたアメジスト。うんうんうん。いいですね。いや、みんなうまいね。いいですね、いいですね。これぞガホですね。成功じゃないかな。よし。次。肩パッドを装備した世紀末ジスト。うん。うんうん。世紀末な世界で肩パッドをつけている。大丈夫。ちゃんと。親愛アメジスト。予想通りだ。おお。北斗の剣に出てきそうなアメジスト。肩パッドってなんか便利なのかな。おお、タッチうま。ファイティングポーズを取るココアメ。ファイティングポーズ、まあ、確かにファイティングポーズである。ほほほ。ボクシングで右ストレートを出すアメジストさん。あ、私って当てた、すごい。服絶対動けない、絶対動けない。あの、もうちょっと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 防御力を。肩パッドとかしてたらどうかな、この服に。はい、皆さん、小雨でーす。うんうん。どうぞどうぞ、ご参加ください。来てくださってありがとうございます。次。キュウリを片手にマンモスに立ち向かう原住民。無理やろ無理やろ無理やろ。イノシシにキュウリを食べさせようとしてる原始人。そういうことか。ゴーヤでイノシシをおびき寄せる原始人。まあイノシシは伝わったけどゴーヤになった。おお、うまっ、うまっ。
荒野でイノシシを誘い込む原始人。おお、うま。え、うま。なんでみんなゴーヤうまいの？ゴーヤでイノシシを倒そうとする原始人。なんでおびき寄せたアイテムでさらに倒そうするの？え、イノシシよかったじゃん。あれか、構図か。構図か。あ、でもシンプルですごいな、伝わるな。イノシシってこんな簡略化できるんだ、かわいい。これいいな。いいね、いいね。いいですね、いいですね。ね。絶対に働きたくない5月病な心あやめジストさん。5月病は不治の病の一つですからね。中二病も不治の病ですね。おー、うまい。いや、すごいな。いや、すごいな。あ、ふたばさん、こんばんは。チェコさてありがとうございます。参加希望承知です。ちょっとね、ふたばさんが前参加された時よりもちょっと、ルールが細かくなってるんで、ちょっとお手数ですけど、ルールの確認よろしくお願いします。会社で徹夜して、眠そうな心愛さん。いいね、いいね。配信中に寝落ちする、ここ、アメ殿。会社で配信したいな。あたるさん、こんばんは。仕事終わって帰宅したばかりなので、今日は完成します。はい、お仕事お疲れ様です。ゆっくり過ごしてね。配信中に寝落ちなんて、まだ2回しかしてないからな。親愛、寝落ちアメジスト。なんで検索ワードみたいになってんの？あ、うまい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 。この前のやつじゃん。この前のロックマンの電脳じゃん。あれめちゃくちゃ眠くなるからね。ロックマン配信中に寝落ちしちゃうジスト。でんででで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 でん。いや、めっちゃエリアスチールされてるじゃん。めっちゃエリアスチールされてるじゃん。めちゃくちゃエリアスチールされてるじゃん。あと、ライフゼロなってるじゃん。エリアスチールされて、さらにライフゼロなってるじゃん。やめろやめろ。エリアスチールで死んでるなんて3回しかないから。エリアスチールのとどめなんて3回しか食らってないから。印象操作はやめるんだ。あ、でもこの青木さんの書き込みすごいな。いいな、これ。これめちゃくちゃ構図うまいな。いいですね。宇宙旅行で月に置いてかれたアメジストさん。旅行だから置いてかれちゃった。おお、いいね、いいね。ロケットが地球に突撃しそうなところを見て唖然とする絶望だよ、宇宙飛行士アメジスト。なんか似たような感じのお話、火の鳥いなかったっけ？いや、違うか。あれはあれか。特殊なガスを浴びないと生きれない宇宙飛行士の話か。乗ってきたロケットが地球に帰る様子に、唖然な心あやめジスト。いや、絶望だよ。うん。双葉さん、ありがとね。ちょっといろいろあってね。ちょっとルールがね、ちょっとずつ増えちゃってごめんね。月から地球に帰るロケットに乗り遅れたアメジストさん。地球滅亡シーンのドリフの曲流れそう。いやー、現実で流れたら本当に絶望よ。地球へ帰還するロケットに置いていかれ、月面に取り残される号泣アメジストさん。それ号泣だって、絶望だって。わあ、うまい。構図うま。これうまいな。こうやってさ、なんか引きの構図とかに書いてある、こういうスペースにこうやって
あの情景が伝わるように表情描くのいいよね。こういうの好き。いいねいいね。地球は青かった。うん。いいですね。次。授業中、誤って自分の SM プレイの映像をモニターに流してしまう。教授？今のところ今日出てくる教授、授業中寝たり、うわー。会議で自分の SM 動画をプロジェクターで表示してしまった会社員。自作の映画がドン引きされる人。何、自作であのラブのある映画を撮ってるんや。うわー悲しい。自分の撮ったところだけカットされて泣く新人カメラマン。ああなるほど。ああそういうことか。ごめん。個展に来たけど家にカメラを忘れてショックを受ける人。何この古典、ろくなもんないぞ。たまらちゃん、今後はめちゃわしくあさってありがとうございます。今日から本やってるよ、よかったらゆっくりしてってね。富武さんじゃん。ねじれにねじれてねじれねじれだよ。ねじれまくりよ。どっかで見たカメラマンなのね。まあ、逆に古典はカメラ普通はダメだと思うからなんだろうなってずっと思って。よし、石目ラスト次。みんな富竹フラッシュ伝わるんだね。最近暑くなってきたので、あずきバーは青いで涼むここ、アメさん。使い方が違う。使い方が違う。あれ、うまい。確かに、アイス、平たい硬いアイスクリームで仰いだら普通のうちわより涼しくなりそう。漫画肉評論家のここ甘いの。あ、見えてきた見えてきた見えてきた。おーうまい。ここにヒゲがあるのがねポイントですね。骨付き肉のうんちくを得意げに話すジスト。うんちく漢字で漢字こう書くんだ。うんちく、ああ、うまい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 。肉の良さを語るジスト。うん、肉はね、肉を食べた気分になるからね、いいんですよ。おー、いいね、いいね。あ、これいいね。こうやって肉の派生書くのうまいな。そうだよ、ココアメさん食べ物得意よ。骨付き肉からハンバーグ、焼き鳥、ステーキにしたい、アメジスト。ほほほ。おー、うまい。いや、うま。あ、これいいな。これいいな。え、この、え？この構図めちゃくちゃいい。この構図めちゃくちゃうまい。うどん&うんちくに共通パーツがあり。やめろ。やめろ。パッと見なんて書いてあるかわかんない。その組み合わせ。ねえ、書き込みすごいね。いや、すごいなぁ。いや、あずきバーだったけどな。いや、あずきバーだったけどな。みんな肉うまいなぁって言おうと思ったけど、あずきバーだったからな。はい、皆さん、一周目お疲れ様でした。